穏やかな朝日に照らされ黄金色に輝くススキ。今朝の県内は各地で気温が下がり、高原には本格的な秋の気配が漂いました。九十連山のふもと、標高およそ900メートルに位置する九重町の半田高原。平地より気温が5度ほど低いこの場所では、今穂を開いたばかりのススキが風に揺れ、秋の穏やかな景色が広がっています。今日は県外からの観光客が爽やかな空気を感じ、季節の移ろいを楽しんでいました。すごい涼しくてびっくりしました。これでもちょっと、もうちょっと分厚いもの持ってくればよかったなって思いました。こんな一面のススキ山ないかなと思って綺麗だなと思いました。今朝の気温は久須と湯布院で15度を下回るなど、県内15の観測地点すべてで今シーズン最も低くなりました。朝晩を中心にこれから各地で秋が深まっていきます。